飛田先輩ダメっす。人に向かって投げるなんて、当たったらどうすんすか。当てるかよ、こんな近距離でミスるわ。それに吸い殻は吸い殻入れにっす。新先輩が探してましたよ、ワンコ返せ。俺はお前の骨を拾ってやろうと思ってさ、ずっと心配でワクいやハラハラして、こうして見守っていたんだぞ。これからカフェっすか。じゃあマグロ、走ってついてこい。いらっしゃいませ。なんだ、クソガキどもね。お客様だろ。まだ開店前なんだけどね。まあまあ、言わないこと言わないで。お客様は神様っす。俺はそういう風にじいちゃんに教わったっす。神様、そうだ、神様。まあ、もし神がいるんだとしたら、じゃあそれは俺だよ。いい？この店のルールは俺なんだから。はいはい、神様。俺、学部だね。おひで。
ダメ。学生用メニューは学生証を持ってる人にしか出せませんね。硬いな。俺だって学生証はないけど、今必死に英会話を学んでるんだぞ。授業をサボり倒してる翔吾よりよっぽどピュアでハードな苦学生だ。言ったでしょ、ここの店のルールは俺だって。店長のドケチ、しみったれクソ親父。ケチ、死に損ないを拾って助けたのはどこの誰だっけ。Help me please。そうだ、ショウ、お前は角蔵頼め。それで俺のと交換しよう。店長、それならいいだろう。まあね。前から気になってるんだけど、ヘルプミープリーズってなんすか。マグロ、それじゃあ盛り木には神様がいっぱいで大変だな。おかげさまで繁盛してるっす。うんうん、俺も昔勤め人だった頃、クライアントのことをでっかい神様、消費者のことを細かい神様って呼んで敬ったもんな。古来から日本には八百万の神がいるって宗教観があって、知ってるか。そういうのアニーズって。呼び出して、今すぐここに。カフェの横の壁に落書きされてるんだよ。だから、伊藤先輩は関係ないっす。アホか、するかんなこと、あいつが。伊田先輩じゃないのに店長のやつ当たりっす。もうむちゃくちゃっす。いいの、こういう問題はトビーに処理させる。見たあれ、人の店に。許せない。俺のこの腹立たしさ分かる。
かも下手だ。ったく、練習は他でしてくれって。伊田先輩に当たっても仕方ないっすよ。警察に行ったらいいんじゃないっすかね。それってギャグかな？笑い？笑いを取ろうとしてるわけ？マグロ、いいね。トビーにやったら、ちびっ子たちに元通りにさせるよう言っといて。はぁ、自分の問題に感情的にならないなんて、あの、しかいないね。ま、あれは半分パフォーマンス入ってるから。ああやって大げさに怒ってみせるとマグロがビビるだろ。するとトビーによりタイトな情報伝達が行われ、結果問題は早急に解決された。たける、これが外国人の宗教公爵野郎撃退には有効なのよ。イノッノーサンキューって逃げてくぜ。すげー、ヤマトなんちゃらってすごいノッポじゃないですか。昔の人間ってかなりでかかったんだ。あ、チョウゴ聞いてる？決まり。今後俺の公爵はお前だけは有料ってことだ。某国の某国営放送と一緒で、お前の諸事情に関わらず俺が一方的に発信し、お前の耳がそこにある限り、お前には支払い義務が生じる。いいな。
店長、コーヒーおかわりね。もちろん正午のおごりで。な、ところで知ってるか、トビーがまた怪しいことしてるって女の子たちが噂してる。あんま見かけない女の子に土手を手伝わせてるらしい。舞子ちゃんだって話だぞ。知らないっすよ。射程じゃないっす。そうだよ、兄貴の管理を怠るな。兄貴じゃないっす。そんで誰なのその子。知らないっすよ。俺に聞かないでください。先生悲しいな。マグロ君がそんなに出来の悪い子で。はい、マグロ君、宿題ね。次回までに調べてくるように。魚辺に思うとかいい。エラ。はいよ。コーヒー。おい、天気は関係ないだろう。朝は降ってなかったっすよ。いや、関係あるね、大いに。こんなに出る気満々なのに、いつも月曜の一限目は好天気だとか、ひどい偏頭痛だとかが俺の行く手を阻むんだ。お前の言い訳、そのちびっこくて貧弱な脳みそに代わって俺のセンスで創作してやった。あれ気に入らない。じゃあ容量が超ちっこくてクロック数が超遅くて OS がもう3年はバージョンアップされてねえのみそってのはどうよ。参考までにスペックを具体化するとだな。ハードディスクは40メガだろ。スピードは33メガヘルツだな。システムは 2.0G だな。どうせお前は日本語しかわからないだろうしな。なあ、それから当然マルチタスクじゃねえから。気の毒にな。しおこ先輩、月曜の一限目ってなんすか。